アースウィンドファイアーはアフリカ系アメリカ人によるファンクミュージックバンドである。R&B、ファンク、ソウル、ジャズなどのジャンルを融合させ新たなポップミュージックの世界を開拓した。ファンクやディスコが全盛だった1970年代を象徴するバンドとして知られる。略称は Youf, E&K。1970年代半ば以降の全盛期は ファンキーなサウンドとモーリス・ホワイトとフィリップ・ベリーのツイン・ボーカル、重厚なホーンセクションが特徴であった。1980年代前半にはコンピューターを利用した電子音を取り入れたが人気を復活させるのは困難だった。アメリカ合衆国国内だけでなく日本をはじめ、世界的な人気も高く、1970年代から何度か活動停止と再開を繰り返しつつも、 定期的にヒット曲を放ち、世界での CD レコード層売り上げは9000万枚以上。グラミー賞を6回受賞し、2000年にロックの殿堂入りを果たしている。モーリス・ホワイトは、初期はジャズドラマーとして、ラムゼー・ルイスのバンドに参加していた。彼のバンドを離れた後、1969年にシカゴにてソルティ・ペパーズを結成、キャピトルからシングルララタイムを残す。 1970年には、活動拠点をロサンゼルスに変え、バンド名も、アース・ウィンド・アンド・ファイアーと改名。先制術によると、モーリスの先制図には、アース、エア・アンド・ファイアーの3つの要素があることから、アース、ウィンド・アンド・ファイアーと名付けた。バーナーと契約、モーリスの弟のバーダイン・ホワイトを含めた10人の王女体バンドとなる。2作リリースするが、ヒットはせず、 バンドは一度解散する。1972年にコロンビアレコードに移籍、フィリップ・ベイリーとラルフ・ジョンソンやラリー・ダンが加入。コロンビアには、以後1990年まで在籍する。1973年に、ヘッド・ツー・ザ・スカイをリリースし、ゴールドディスクを獲得する。1975年には、ザ・ッツ・ザ・ウェイ・オブ・ザ・ワールドを同名の映画のサウンドトラックとしてリリースし、 全米アルバムチャート第1位を獲得。この映画にはモーリスも出演しており、彼らの貴重なライブ映像も見ることができる。75年に、シャイニングスターがポップチャートでもクロスオーバーヒットした頃から、アースの人気が急上昇した。76年には、ゲッタウェイを発表し、同曲もヒットした。この2曲は、ファンクの傑作曲とされている。 77年から79年には、太陽の戦士、宇宙のファンタジー、セプテンバー、ガットトゥゲットユーイントゥマイライフなどがヒットしたが、ファンクドは後退し、ポップソール色が濃くなっていった。79年には、ディスコ、ブギーワンダーランドやバラード曲がヒットしたが、ファンクのアースが、ディスコや AOR をやるなんて、という失望や、批判の声も少なからず、聞かれた。 フェニックス・ホーンズ1976年に、モーリスは、自己プロダクション、カリンバ・エンタテインメントを設立。モーリスは、ブギ・ワンダーランドに参加している、エモーションズなどをプロデュースしている。1978年には、CBS、コロンビアの元、アークレコードを設立。レーベルの第一弾として、ベスト版、ザ・ベスト・オブ・アース、ウィンド・アンド・ファイアー・ボリューム1をリリース。 ヒット曲セプテンバーの初収録アルバムがこれになる。1980年に2枚組の大作フェーセズを発表。しかし、このアルバムは不評で、これといった日とも出なかった。挽回を目指し81年に発表したのがアルバムレイズである。このアルバムからは、レッツグルーブなどのヒット曲が生まれ、アース健在を印象付けた。 1983年に発表したエレクトリック・ユニバースではトレードマークであったホーンセクションの使用を中止し、電子楽器中心のサウンドを展開させるが、活動を一時停止、各メンバーはそれぞれソロ活動に移る。この間、フィリップ・ベイリーは1984年にフィル・コリンズのプロデュースでチャイニーズ・ウォールをリリースし、イージー・ラバーをヒットさせる。彼は、以後も不定期ながら、 ソロ活動をしている。モーリスも1985年に唯一のソロアルバムとなる、モーリス・ホワイトをリリースし、I20 をヒットさせる。1987年にタッチザワールドをリリースし、活動を再開。1990年発売のヘリテッジを最後に、コロンビアより離れ、ワーナーへと戻り、1993年に千年伝説をリリース。 その頃よりモーリスはプロデューサー業を強化するようになり、1994年の全米ツアーには参加せず、モーリスは1995年のライブ活動もリタイア。1996年に自主レーベルカリンバレコードよりアルバムが制作され、エーベックストラックスよりアベタのタイトルで日本先行発売された。海外版としては、このアルバムは 翌年にインザネームオブラブとリタイトルと再構成され、来のより翌年にリリースされる。モーリスはこのアルバムを最後にプロデューサー業に専念するようになり、以後の活動はフィリップが中心となっている。1997年にモーリスは神経性障害と診断される。パーキンソン病ではなく、もともと神経質であることと、度重なるストレスから、 震えが伴うことがあるとモーリスは発言していたが、2000年ロックの殿堂入りの際、式典前にパーキンソン病と診断されたことを明らかにし、ステージ活動から退いた。2004年の来日公演には同行する。2007年には、スタックスレコードより、ユフのトリビュートアルバムインタープティションズをリリース。モーリスは、エグゼクティブプロデューサーとしてこのプロジェクトに参加。 2009年12月、4年ぶりの来日公演が東京と大阪、札幌で行われた。この時、翌2010年は、結成40周年目の記念として、モーリスを加えての記念ライブが行われるとアナウンスされたが、バンドでのライブは叶わず、日本では、フィリップ・ベイリーのソロライブのみが行われた。2013年には22年ぶりにソニーミュージックに戻り、 9月にフォーエバーをリリース。ラリーダンが復帰し、原点回帰をテーマにしたサウンドとなる。限定版には、ボーナス CD が付録する。2016年2月3日、モーリス・ホワイトが死去。同年、第58回グラミー賞特別功労賞障害、業績賞を受賞。2019年12月11日、日本の女性ボーカルグループリトル・グリー・モンスターとコラボレーションした。 EP, I Feel the Light をリリースする。 1970年、1971年、1973年、1974年、1975年,年、1976年、1977年、1978年、1979年、1980年、1981年、1982年、1983年、1987年,年、1988年、1990年、1990年、 93年1997年2003年2005年。日本での人気は非常に高く、ピクトとなく来日公演を行っているが、強く影響を受けており、ウェアアイバーユアーではモーリスホワイトがバックボーカルに参加している。ハット abcde ヒューイスティーブアースウィンドンドファイアバイオグラフィーヒストリーオールミュージック2020年12月8日閲覧。 E&K のモーリス・ホワイト正居。ソニーミュージックからの追悼文。ソニーミュージック2016年3月10日閲覧。ABCD、アースウィンドファイアーモーリス・ホワイト三死去。NHK2016 年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年2月13日閲覧。ザソルティペッパーズオーバービュー。ALLMUSIC.com。 2012年7月27日閲覧。AB、2016年グラミー特集、グラミー場外業績賞、ハービー・ハンコックや、アース・ウィンド・アンド・ファイア。バークス、2016年2月5日閲覧。ABCD ・モーリス・ホワイト、リーダーファウンダー・オブ・アース、ウィンド・アンド・ファイア、ダイズ・アット 74CNN 英語版、サイト、2016年2月5日閲覧。 ベストヒット USA における小林克也の発言 httpla tearmusic.com アーティストアースウィンド,アンドファイヤーハットアルバムグラティティュードのウィリアム C ローデンによるライナーインフォメーションソニーミュージックハット中村正人大森康子私とドリカムに対談音楽ナタリー p さん、2 0 1 6年2月6日閲覧ありがとうございます